カーネル・サンダース、ハーランド・デイビッド・サンダース、1890年9月9日から1980年12月16日は、アメリカ合衆国の実業家で、ケンタッキー・フライド・チキン、KFC の創業者、カーネル・サンダース、として知られている。カーネルは名前でも、軍の階級、大佐でもなく、ケンタッキー州に貢献した人に与えられる。 ケンタッキーカーネルという名誉称号、名誉大佐である。日本では、カーネルおじさん、ケンタッキーおじさんの愛称が定着している。カーネル・サンダースこと、ハーランド・デイビッド・サンダース以下、サンダースは、1890年に、インディアナ州クラーク郡ので生まれた。ヘンリー・ビルは、ケンタッキー州最大の都市ルイ・ビルからオハヨ川を越え、北へ30キロメートルほど離れた町である。 父親はサンダースが6歳の時に亡くなり、母親が工場で働きながら、サンダースとその定米を育てた。サンダースは10歳から農場に働きに出ている。学校は14歳で辞め、農場の手伝いや、自然路車長として働いた。1906年、16歳の時に年齢を詐称して、陸軍に入隊し、キューバで勤務した。彼の軍隊における経歴は1。 軽率として終わっており、大佐、カーネルどころか遺憾にすらなっていない。1907年に除隊した後は、青年期にかけて様々な職業を渡り歩き、鉄道の機関車修理工、ボイラー係、機関助手、保線区員、保険外公員、フェリーボート、タイヤのセールスなど40種に上る職を転々とした。30代後半には、ケンタッキー州、ニコラスビルで、 ガソリンスタンドを経営するようになるが、大恐慌の煽りを受けて倒産するなど、多くの波乱を経験した。1930年、サンダースは、ケンタッキー州の正確には、交便の北隣で、ノックス軍とローレル軍にまたがるノース交便に移り住み、ガソリンスタンドの経営を始めた。1930年6月、 ガソリンスタンドを利用した客から言われた一言から、ガソリンスタンドの一角に物置を改造した6席のレストランコーナー、サンダースカフェを始める。サンダースはガソリンスタンドの支配人と調理師とレジ係を兼ねた。州の南北を貫く、幹線道路であるに面した店は繁盛し、規模を拡大した。1935年には、州の料理への貢献が評価されて、 ケンタッキー州のルビー・ラフーン知事からケンタッキーカーネルの名誉称号を与えられた。サンダースカフェは1937年にはモーテルを併設した142席のレストランに成長した。1939年には店舗が火災に見舞われるなどの災難もあったが、1941年には交便に147人収容のレストランを再建した。 現在この店舗は博物館となりアメリカ合衆国国家歴史登録財となっている。サンダースカフェの目玉商品がフライドチキンであった。1939年に導入された圧力釜を用いたオリジナルフライドチキンの製法は以後70年以上にわたってオリジナルレシピして引き継がれている。サンダースが各地のレストランの経営者や 従業員にフライドチキンの調理法を教えて、部合を得るという新しいビジネスモデル、フランチャイズを始めたのは、1952年である。この年、ユタ州ソルトレーク市のピート・ハーマンが最初のフランチャイジーとなり、フランチャイズ1号店が開業した。ケンタッキーフライドチキン、KFC というブランド名は、この時ハーマンによって提案されたものである。1955年。 公便の街外れを通過する、週刊高速道路、週刊高速道路75号線が開通すると、車と人の流れは変わり、国道沿いのサンダースカフェには、客が入らなくなった。サンダースは、維持できなくなった店を手放したが、負債を返済すると手元にはほとんど残らなかった。以後サンダースは、フランチャイズビジネスの普及に努め、フライドチキンをワゴン車に積んで各地を回った。 1960年には、米国とカナダで400店舗、1964年までに600店舗を超えるフランチャイズ網を築き上げた。1964年、74歳のサンダースは、KFC の権利をジョン・アイ・ブラウン・ジュニアに売却して、経営の第一線から退いたが、以後も、パブリック・スポークスマン・ホーザ・カンパニー、日本法人の表現によれば、 味の親善大使として働いた。サンダースは製法が守られているかを確認するために世界各国に広がった店舗、1979年には6000店舗を数えたを見て回った。1970年に KFC が進出した日本には、1972年10月、1978年6月、1980年5月の3度訪れている。 KFC 日本法人によれば、日本の KFC が一番気に入っていると述べていたと、いい、日本 B 期であったと紹介している。1980年5月に訪れた日本は、サンダースにとって、最後の訪問国となった。なお、最後の訪日の際、朝日新聞で受けた、インタビュー記事をもとに、週刊朝日、山藤正治のブラックイコールアングルが記されている。 1980年6月に急性白血病を発症し、肺炎を併発して12月16日に逝去。90歳だった。サンダースは、ロータリークラブとフリーメイソンのメンバーでもあり、多くの事前活動も行った。個人の子供のために毎日アイスクリームを提供したり、死体不自由児のための基金を作ったりしているほか、病院や医学研究、教育、 ボーイスカウトなどの活動に資金を提供している。来日した際には交通維持との交流を行っている。エジプトのスフィンクス前にはケンタッキースフィンクス前店というフランチャイズ店が建っている。これはサンダースが所属していたフリーメイソンが古代エジプトでピラミッド建流に従事したとする説がありその関係でスフィンクスとピラミッドの前に立っているというが 都市伝説の息を出ていない。ケンタッキー衆議会にはカーネル・サンダースの胸像が飾られている。これをめぐって動物愛護活動家、モデル、女優のパメラ・アンダーソンが鶏への残酷行為の象徴だとして撤去を求めているが知事はサンダースはケンタッキーの象徴と拒否している。日本国内にあるケンタッキーフライドチキンの店舗の多くでは店頭に カーネル・サンダース像、繊維強化プラスチック、FRP 製がディスプレイされている。像そのものが、カーネルおじさんと呼ばれることがある。日本法人では、カーネル・立像と呼んでおり、立体商標登録されている。立像は、身長 173cm、重量 26kg、サンダースが60歳の頃の体型、身長 180cm、 体重9 0ラムをモデルとした、ほぼ等身大のものである。白いスーツを着用し、その襟元に黒いリボンタイ、ストリングタイ、ストリングタイを結んだ姿でデザインされており、これもサンダースの衣装をモデルとしている。また、自身が入会していたロータリークラブの会員賞も襟のボタンホールに飾られている。メガネは本物の老眼鏡であり、 3.25度が入っている。サンダースが用いていた福井県鯖シさ産の老眼鏡をモデルにしたもので、立像の老眼鏡も以前は鯖江産が用いられていたが、2000年代中盤以降は中国製のものとなっている。カーネル像はもともとカナダのあるフランチャイズ店でイベント用に使用されたものであったが、その後倉庫に放置されているところを、 視察に訪れた日本法人が設立された1970年当時、日本国内ではまだ、ファーストフードという業態や、フライドチキンという食べ物が浸透していなかったため、カーネル像は、フライドチキンの認知度を高める割を担った。当時は、紅白に塗装された店舗を、利用店などと間違う客が存在したといい、カーネル像は、 間違い防止も兼ねたという。1970年代以降、日本法人の店舗展開とともに、店頭でのカーネルズを展示が、日本全国で行われるようになった。1979年に、アジアオセアニア地域の出店を統括する、KFC インターナショナル北太平洋地域オフィスが日本に設立され、日本法人のスタッフが、アジアオセアニア地域の出店にあたっての現地指導に、 派遣されたことから、北、太平洋地域、ハワイ対フィリピン、韓国、台湾、中国の店舗にも、日本から寄贈された立像がディスプレイされるようになった。このほか、欧米にも日本法人提供の像が立つ店舗がある。カーネル・サンダース本人も、来日の最古の立像が気に入り、アメリカの総本部にも日本法人提供の立像が展示されている。 風わりな場所に展示されたカーネル像としては、長野県小谷村にある、津賀池高原スキー場のゴンドラリフトイブの作業用ゴンドラに乗せられたものがある。イブの中間駅付近には、KFC 津賀池行きの広場店、スキーシーズンのみ営業がある。カーネル像へは、季節行事に応じた紛争を施すことがある。日本全国の店舗で一斉に行われるのは、 年末のサンタクロース衣装の装着である日本法人ではサンタクロースカーネルの語を用いる。この他の紛争は各店舗ごとの判断で行われており、3月のおびな姿、お代理カーネルや5月の武者姿、武者カーネルなどは広く行われている。これらは80年代半ばから各店舗の自主的イベントとして始まったもので、2000年頃から本社が希望する店舗に 衣装キットを配布している。店舗が所在する地域のスポーツチームのユニフォームを着せるなど、地域の特性に合わせた紛争が工夫されているが、秋葉原店でメイド服を着せたところ、日本法人の要請で中止されたことがある。小さく、前へ習えのようなポーズから、客が入店の祭点に何かを持たせることもあり、雨の日には傘がかけられていたり、弓道の弓や釣りを 地域によってはスキーまで持たされていることが、店頭に置かれた立像にはいたずらも多発し、立像が誘拐されて街灯や個人宅の庭先などに置き去りにされたりするケースもあるという、メガネやステッキといった部品単位で盗難される被害も多発したため、カーネル像の部品は固定され、像素なものもボルトやチェーンで固定されるようになった。のカーネル像が、 被害に遭い、都市伝説と化したものに、カーネル・サンダースの呪いがある。1985年、阪神タイガースのリーグ優勝時に、ドートンボリテンのカーネル像は、阪神ファンによって、道と見側に投げ込まれたまま、行方がわからなくなった。以後長らく阪神が低迷したのはその呪いというもので、ある。事件後、ドートンボリテンから一旦、カーネル像は姿を消し1992年に、 復活したものの、同店は1998年に閉店している。当該の像は2009年に道頓堀川で発見され、日本法人に返還された。1985年当時、同級団の監督をしていた吉田義雄も、歴史が終わったな、とコメントしていた。日本法人は、お帰り、カーネルと命名し、2010年3月19日より、阪神の本拠地である。 阪神甲子園球場最寄りの店舗である阪神甲子園店の店内で保存展示していた。2013年3月からは日本 KFC ホールディングス社本社内に展示され、その後2017年に本社が横浜へと移転したタイミングで日本 KFC ホールディングス社関西オフィスへと移されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。